はい、どうも、トラキチの無課金ハオーロード阪神純正編です。今日でログインが、1252日目ですね。はい、現在2022年11月20日の、13時40分なんですけども、今回ですね、まず、ドリームキャラバンですね、あと1日と23時間丸2日残ってるんですけども、一応ですね、キャラバンメダルが現在7630枚ありますんでね、現在名産品14周目入ってるんですけども、累計ね、終わらせた後はもう自然回復のみでやってまして、で現在7630ありますんで、このキャラバンボックスね、今回回したいなと思ってます。はい、まあ一等、そうですね、まあ契約書はね、あと2日ぐらいで、2日もうないんですかね、もう2日ぐらいでシリーズ2完全移行になりますんでね、契約書の方は開封しませんけども、まあ一応一等もすでに1枚出てますんでね、もう1枚、出てほしいなと思ってます。はい、それとあとですね、称号の方もね、ちょっとつけたいなと思いまして、今回つけるのがですね、まず青柳選手ですね。青柳選手、今回ちょっと5回つけようかなと思ってます。はい、まあ、アニバーサリーのね、ガチャで取った青柳選手に、そうですね、5回ちょっとチャレンジしたいなと思ってます。はい、あともう一人がですね、島田選手、ここですね。はい、まあ、島田選手は1回だけなんですけども、2枚ありますけどね、1枚ちょっと置いといて、1回だけですけども、称号つけたいなと思ってます。はい、そういう感じです。それでは、まずはキャラバンメダルの方をね、回していきたいなと思うんですけども、ですね、こちらですね。はい、それでは行きたいなと思います。4等以上1つ確定、10回引くの方でね、行きたいなと思います。ぜひ、まあ、2枚目の、ね、1等出てほしいなと思ってます。行きます、お願いします。エナジー1つ、エナジーもね、じゃんじゃん変えてきてほしいんですけども、エナジー1つ、おお、あかんな。エナジー2つ、エナジー2つ、もっとエナジー来てほしい。エナジー2つ、ちょっと渋いな。エナジー2つ、エナジー3つ、お、来い来い、なんでか B ランク100、エナジー3つ。はい、さあ、そろそろちょっと来てほしい。エナジー2つ、エナジー2つ、お、いいよ、来い、なんか来た、 A ランク来てましたね。はい、 A ランク100とエナジー3つですね。はい、2等来ました。さあ、1等来てくれ。 B ランク100とエナジー1つ、 B ランク100とエナジー2つ、 B ランク100、エナジー2つ。はい、お、お、来い来い、お、A ランク100と、おお、2等、2枚目来ましたね。はい、A ランク100とエナジー3つですね。はい、さあ、1等来てくれ。もうあと3000枚切ったよ。エナジー2つ、1等来い。エナジー1つ、エナジー1つ、いや渋いな。おお、来い、ほんまに来い。あ、ないか、エナジー1つか、なんやそれ。エビランク100、2枚。さあ、さあ、来い、お、来た、来ましたね。はい、よかった。はい、これで2枚目ですね。はい、1等1等と、B ランク100とエナジー1つ。はい、これでリセットしますね。いやー、2枚来たんで、もうこれでもう十分でしょう。はい、はい、リセットして、あと1330いきます。よっ、来い、連射で来い。あ、ないか。B ランク100と2枚とエナジー1つ、もうナイスだね、さすがにね。おお、なんか来た。お、 A ランク100来ましたね。はい、これです、今日3枚目ですね。はい、エナジー1つ。はい、いいですね。あ、いい感じですよ、もう十分です。はい、エナジー3つ。さあ、あとはもうエナジーじゃんじゃん変えてきてほしい。エナジー1つ。はい、1回引くの方でいきますね。あと、いいですね。はい、十分ですわ。1等も出ましたんでね。トータル2枚出ましたんで。うん、いいよ、エナジーね。はい、はい、一応、まあ、1等1枚、2等3枚出ましたね、今日ね。はい、よかったです。はい、エナジーはどれぐらい変えてきたでしょうか。お、45エナジー、いいですね。はい、よかったです。まあガチャとなんでね、エナジーちょっと少ないんで、ちょっとでも帰ってきてほしかったんでね、よかったです。はい、それでは称号の方ですね、つけたいなと思うんですけど、まずは島田選手からいきますね。島田選手はですね、まあどちらもね、勝利の下狙いなんですけども、島田選手の場合、能力こうですね、ミート63、パワー59、走力82ということで、まあそうですね、極意者なしでいって、で
そうですね、勝利の人とかね、強心臓とかできればついてほしいかなと思ってますけどね。はい、そういう感じですね。それでは1回だけですけども、極意書なしでいきますね。はい、勝利の下か強心臓、まあできればね星4の強いやつとかね、そのあたり来てくれればいいかなと思ってます。いきます、お願いします。さあ何来るでしょう。極意書なしなんでね。おー、パワー自慢か。あ、でもパワー60になりましたね。はい、1個パワー上がったって感じですね。はい、パワープラス1。はい、ミート63、パワー60、総力82ということで、まあもうオーダー入っててね、まあ一応ベンチ枠ですけども、オーダー入ってますんでね、まああのスピリッツ4100なんでね、無料10連の自チームのね確定のやつで取れたんでね、非常にまあ嬉しかったですね。はい、それではベースの変更で青柳選手、まあここは大本命なんですけども、まあ今回公開します。まあ青柳選手はね、能力的にはもう9位81、正規81、スタメン81ということで、もうこれはもう勝利の使者、もしくは強心臓ですね。もうスピリッツだけ上がる、称号ついてほしいなと思ってますんで、まあ、5回やりますんで、そうですね、最初の4回は極意書なしでいきたいなと思ってます。はい、でそれでも強心臓、勝利の使者つかなければ、最後は5枚使って、いきたいなと思います。まずは1回目ですね。はい、行きたいなと思います。まず極意書なしでいきます。強心臓か勝利の使者、お願いします。さあ来い、一発で来い。うん、請求自慢ダメですね。はいダメです。はい、続きまして2回目いきます。これも極意書なしでいきますね。強心臓か勝利の使者、お願いします。さあ来い、強心臓でもいいよ。うん、結果投法星1ばっかりやな、またこれがきついな。おお、まあどっちでもいいですけども、とりあえずはね、とりあえずどっちでもいいんですけど、まあこっちにしておきましょうか。ほんとだ。はい、それでは3回目いきますね。これも極意書なしでいきます。さあ来てくれ、3回目。強心臓か勝利の下、圧倒的な球。ちょっとね星2にはなりましたけどね。はい、まあ、こっちにしておきます、とりあえず。はい、それでは4回目ですね。4回目、これも極意書なしでいきたいなと思います。ちょっと厳しいかな。それではいきます。強心臓か勝利の下、お願いします。さあ来てくれ、ここで針の穴を通す請求かな。9位プラス2。まあどっちでもいいですわどうせね、後でまあ外すと思うんでね、もしこのままやったらね。はい、それでは最後ですね、5回目です。これは、極意書を5枚使っていきたいなと思います。もう勝利の下狙いですね。はいここで勝利の下だけ狙いに行きますね。はい、それではいきます。青柳選手、アニバーサリーの青柳選手、ぜひ勝利の下ついてほしいです。いきます、お願いします。さあ来い、最後星3でいいよ。あー、鉄腕か、星3やったけどないやー、ダメか。サミナさんこれはとりあえず圧倒的な球威つけておきますわ。これまた後で外すと思いますけどね。はい、これですね、球威プラス2の方つけておきますね。はい、いやー残念やな、消えんかったか。まあまだありますんでね、 A ランクね。それでまた今度、そうですね、あの最強決定戦前とかにチャレンジしようかなと思います。はい、まあ一応、圧倒的な球威ついて、球威83、制球81、スタミナ81、まあこれ外すかもしれませんけどね。はい、まあ、とりあえずこれでいきます。はいはい、今回こんな感じですね。ちょっとまあ狙いの称号どちらもつきませんでしたけどね、まあまあまあ まだチャンスありますんでね、青柳選手の場合特にね、 A ランクもまだもうちょっとありますんで、勝利の下ね、また狙いたいなと思います。はいはい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード阪神10戦編でした。